タイさんです。書画家、文字と絵を描いてます。美術の学校にも行ったことがないし、書道も先生はいたことがないです。独学でずっとやってきました。もう19年目になります。書道は日本の文化だからです。そして白と黒のバランスのアートがすごく好きなので、これを選びました。教えることとパフォーマンスをメインにやっています。子どもたちに書道の楽しさを教えているのと、大きな筆を使ってパフォーマンスをやっています。この書道の教室では、トラディショナルな書道ではなくて、私の書道をやってもらおうと思います。白と黒のバランスを使って、文字を使って、どうぞ体いっぱい楽しんでください。